やったー、キキです。今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけどね、最近ね、実写始めたんですけどね、また縦動画に戻そうかなって思いました。一つの理由はね、そんなね、そのクラロワってリアクション取りづらいなと思って、ホラー実況とかならわかるんですけど、クラロワってなんだろうな、なんか嫌なカード来て、うわー、これ来たか、マジか、みたいな、そんな、実写見てもあんま面白くねえなと思って、まあ、ふざけるなら、それなりに、俺も、うへへへとか言いながらね、クララはやったら、ちょっとそれはそれで面白いかなと思うんですけど、俺は一応そのプロなんでね、その上手いプレイを届けたいんでね、なるべく集中しないといけないんですよ。そうするとね、実写の方面白くなくなるっていうね、悪循環がね、生まれてね、そんぐらいならね、やっぱ縦動画でいいかなと思ってね、見るからに数も減ってるんで、こっちの方がやっぱ需要あんのかなと思ったんでね、これから縦動画でやってきます、また。はい。でね、あとなんだっけ、もう一つの理由は、やっぱリーグ始まってるんでね、そのリーグに対しての時間をもうちょい使いたいんでね、編集に対する時間を減らしたいんで、縦動画で撮っていきます。これからもね、まあ、しばらくね、まあ多分クラロワに関してはずっと縦動画かな。他のゲームやるってなったら、もしかしたら実写、また俺の顔が入ってくるかもしれないんでね、そこはね、またね、よろしくお願いします。ということで、今回こちらね、チェンスケラデッキ使っていこうかなと思います。いきます。はい。で、今日ね、クラロワリーグあったんですけど、見てくれた方は、まあ、応援してくれた方々、ありがとうございました。勝つことができたんですよね。チームタイミング戦ですね。で、まず、まあ、振り返っていくんですけど、2v2、まずね、ラットさん、ライキさんペアが勝ってくれて、で、1-0 でキングオブザヒルに迎えると。で、麦がね、初陣っていうのかな。で、しっかりね、1人倒してくれて、で、そのライキさんもね、1人倒してくれて、で、その、まあ、対照戦で俺のところに回ってきて、なんとか勝って 2-0 で、まあ、勝ったっていう感じなんですけど、説明下手かな、これ。まあ、試合振り返っていくんですけど、チエンスケラ VS ね、なんだっけな、バレバレコカツの大砲バージョンだったんですけど、俺結構ね、しかもこれじゃん、マジで。来たわ、バレバレコカツ。ちょっとミスったし、ちょっと待って。ベビーの位置ちょっとミスったわ。やったー。いや、欲張ったなー。トルネで真ん中に寄せてね。吹き矢切ったから、ベビーいい感じに出して、スケラ打とうとしたんですけど、ナイト挟まれてね。ちょっと厄介なゴエモンになっちゃいましたね。うわ、スケルトンやらしいな。エッチだね。どうしよう。結構楽に勝てる相性だと思ってたんですけどね、意外と、押されましたね。相性はいいかなと思います。まあ、勝ててよかったですね、それで。で、今日もね、今日も、相手 VSTTG かな。っていう中国のチームとやるんでね、ぜひ、YouTube でクララリー検索お願いします。いやー、そうなんだよね。難しいんですよ、バランスが。うまくやろうってしたら集中しないといけないじゃないですか。そうすると動画、実写の方クソつまんなくなって、自分で見てても、あ、これつまんねえなと思って、やばい。うわ、うまっ。インフェが厄介っすね、意外と。いや、倒すんかい！オッケー。あ、オッケー。しかもこれゴボリ釣れる。ここスケラ行きたいですね。ここロリババ打って、ナイトスケラかな。ナイトスケラで、吹き矢がね、来るんで、トルネで引き寄せちゃって。殴れ。あいつ、吹き矢だよ、お前。何やってんの？オッケー。うわー、でも、ボーイ。オッケー。多分ね、マイクはそのままにしてあるんでね、音質はあんま変わんないと思うんですけど。まあ、こんな感じで勝つんですけど、ヌリ選手のね、バルバルコアツちょっと違ったんですよね、なんか。大砲とファイボ。大砲が若干スケラにちょっとね、強かったかなって。それが、結構もつれ込んだ原因かなって思いますね。誰タンバリン？タンバリンじゃねえわ。なんだっけ、バシャーンみたいな、そのさ、音楽でさ、最後にやるやつ。あれ、ちょっと好きなんですよね。なんだっけな、やべえ。タンバリンじゃねえ。トラベル。違う。
一体だけ。オッケー。タンバル違う。なんだっけ。やばい、わかんない。あ、わかった。なんだっけ、またこいつやばくない。枯渇相手の立ち回りなんですけど、相手がゴブギャンを切った後にスキルを出します。そしたらもう勝ちです。これ違うだね。とトラトラなんだっけ、やばい、教えてください。トラ、あのバシャーンってやるやつ、音楽の。いや、今日も暑いですね。今日なんか一番暑くないですか。一番暑いらしくてね、そのみんなでね、どうせな、せっかくなんで走ってきましたね。これ当たんないの、嘘じゃん。うせえ。これトルネで、トルネのあの秒数が減ったんで、しっかりね、そのタイミング合わせないと良くないよっていう。これ何、何くんの、何も来ないじゃん。やべえ、めっちゃ気になる。話知らんねえな。どうしよう。なんだっけ。やべえ、めっちゃ気になるんだけど。あ、わかった、トランバリンだ。すっきりした。やべえ、ちょっと待って。これで、ここにゴブギャンが来るんでね、絶対来る、来ます。100来ます。はい、来ました。でプリン来る。あっちか。あのプリンはここのアイウィズで処理したいんで、一旦ね、ベビーからかな。ベビー後ろでいいっすね。理由はで、これでナイト出してロリバを回して、おお、すごいすごいすごい。うん、ここのアイウィズで倒す。内側じゃない、はい、すいません。でポイズン打って、オッケーオッケーオッケー。ギャングに対してはポイズン、まあ先打ちでなるべく打ちたいですね。相手が手札にギャングあるときはほぼほぼね出してくるんで、まあそれ読みで出してこない相手もいるんですけど、それはそれでしゃあないなっていう。これこっち側、オッケー。ポイズンあるときに攻めたいですね。で、相手のロケット削りが始まるんでね、そろそろね、ちょっと怖いなっていう。OKOKOK。これこそ内側。はい。ここで、スケラですね。ポイズン打ちます。OKOKOK。で、ここ届くから、ウィズで倒しに行って、で、ゴブギャンにポイズン徹底、ま、プリンセスに、逆サイプリンセスとかに打つと、攻めが入んない。ポイズンがないとね、スケラが入んないから、ダメですよ、マジで。逆サイなんてどうでもいいんで。どうでもよくはねえな。どうでもいいか。はい。いやー、どうでもよくないよ。ちょっと待って、待って、待って。ウィズ出して。でも、刺さってますね。次の場でしっかり見る、しっかり見る。右、オッケー。あ、俺じゃない。恐ろしく速い人。ちょっと待って。うわー、巻き込めてね。大変ね。ここかな。ちょっとすると。オッケー、オッケー、オッケー。ここ、ここ行きたいですね。ココイチ。ココイチのカレーさ、俺そんな好きじゃないんだよねっていう話をね、ずっとしたかったんですけど、なかなかできなくてね。内側。俺あんま行ったことないですけど、そんな、ちょっと待って、いやー、どうしようこれ、これちょっと待って、ないと邪魔すぎだろ。危ない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 。来た。トルネでまとめて、うおー、なんかビビドライバー。ちょっと待って、バレルが怖い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 。行って、あ、オッケー、来たバレル怖い、怖い。よしよしよし、ってな感じでね、枯渇に対してはね、簡単にこんな感じで勝つことができるんでね、試してみてくださいと、どんどんいきます。あとなんだっけなぁ。いや、緊張はしなかったですね、全然。3番って結構慣れかな、俺。
慣れて緊張なくなったタイプか、やっぱ結構自分の緊張をコントロールできるようになりましたね、割と。よろしく。スーパーヒーローさん。いや、俺マジでスーパーヒーローになりたくてさ、小学校の頃ヒーローになりたくて、なんだろう、ちょっと高いところからジャンプしたんですよ。俺マジで飛べるって思って、自分のこと本当に、なんだろう、俺スーパーヒーローになりたいから、ここからジャンプしても落ちないはずだと思ってジャンプしたら普通に落ちて膝すりむいてね、その傷がまだ膝に残ってます。え、枯渇やばすぎ、多すぎでしょ。でもね、マスケなんだ。やっぱ肘があってよかったなーって初めて思いましたね、その時。肘がなければ腕が回らん。肘、あ、ありがたやー、ありがたい。あ、ちょっと待って、マスケあってプリンスマンの、これスケラ防衛ですね。膝がなければ、あ、こっちはない、足、膝がなかったっけ、肘だけだっけ。やめな、俺毎日この歌、エレキ、ちょっと待って、エレキマスケプリンスバレルメガナイト、なんだこのデッキ、俺知らないデッキっすね。なるほどね。いや、俺何が一番大事かって、その KOH とか BO3 で何が一番大事かって聞かれたら絶対デッキ読みって答えますね。でもそれってそのなんだろう、やれば身につくもんでもないと思うし、やらなかったらそれは身につかないと思うし、なんだと、うわ、危ねえ、マジで危ねえ。これ芝スキルじゃないっすよ。レア1人じゃないんでね。うわ、めっちゃいい。ええやん、めっちゃ。このさ、ベビーアイビズのトルネでさ、をさ、駆使してさ、防衛してる時が一番クララバ楽しいよね。そう思いません。お、ファイバーも入ってるんだ。これ、ポイズン、ポイズン自体。めっちゃいいポイズン。自分で散った。ザップ。なんか変なデッキですね。自作デッキか、いいね。そういうの好き。ん？なんだっけ。私も同じこと思ってた。どうにも出口のな、やべ。どうしよう、これ。ケツメガナイトでしょ。でも、マスク今使ったから、俺、あの歌大好きやね。で、ミュージックビデオもぜひ見てください。マジでどこにもの時の手の動きやばいっすね。あ、マスク切ったのにザップ、あ、スケルトン部隊回るな、それ。ボボオリってさ、攻撃力高すぎね。守る、あとは守ればいいか。はい、で攻撃るんで攻撃にポイズン。はい、ごぼうりを置いて真ん中集めてアイビズ。いや、悪くないと思うんだけどな。いや、悪くねえな。これロリオはしっかり転がして、で、スケルトン部隊にトルネなんですよね。トルネ絶対来る、スケルトン部隊来るんで、それにしっかりトルネ、よいしょ。で、その後エレキかな、エレキにポイズン。 OKOKOK。次何来るか、スケルトンラッシュを何で対処してくるか、それが大事ですね。グッドゲーム。ではラスト一戦行っていこうかなと思います。今日のね、 TTG 戦で、ね、ボス選手っていうね、めっちゃ強い選手がいるんでね、その人頑張ってね、まあ、マッチするか分かんないですけどね、みんなで倒しに行こうかなと。まあ、その人だけじゃなくてね、ヌオミチ選手、ヌオさんとかね、いるんでね、負けないように頑張りたいなと思います。全勝目指してます、割とマジで。いやー、あると思うんだよな。これ毎回、毎シーズン言ってるっすけどね。でも毎シーズンあると思ってるんですよ、本当に。
ヒースピー、あ、これは分かったわ。いや、分かってないわ。でもロイホグっぽいけど、マジでちゃう、ロイホグっぽいな。あ、じゃあマジアチャットハンターだいたいロイホグ。何それ、アウトロー、マジアチャハンター、どうしようこれ。その俺って昔あの発狂してたじゃないですか。あれってなんでかって理由がしっかりあるんですよね。そのゲームイズ時代ずっとさ、同居ゲームイズのみんなと一緒に暮らしてたから、自然とね、そのテンション下がるっていうタイミングがなかったわけですよ。もう一緒にずっと 人と一緒にいるから。俺一人の時もそんなテンションじゃなくて、人といるとめっちゃテンション上がっちゃうんですよね。なんでそのなんか発狂してみたいなみたいな。これやべえな、ちょっと OK、 なんとかね許容しつつ、スケラカウンター行きてえな。でもこれ行くしかねえよな。ベビドラってなんかハンターにちょっと強いよね。地は強。これアイウィズで遅くしてスケラ入ってく、フイフイと入ってく。マジアチャがね結構スケルトンラッシュに有効ですね。で、いやこれ先に小氷置いていいな。うわー、アウトロー一番きつい。マジでゴキブリよりきつい。やーべー、これどうしよう。なるほどね、ポイズンって降りたな。いや悪くない。早く早く早く、アイビズやられろあんまないよね、ユニットに対してやられろっていう感情。オッケーオッケー。でこれアウトローで受けられる。もう一旦後ろからアイビズかな。あ、ハンターなんだ。ここ行きたいな。ここ打って、でアウトローにポイズン。いや こうだな。ロリババ手前に置いてくれたおかげでロリババが当たるぜ。へへへ、どうしようこれ。いや俺やっぱ実写ない方がいいわ。なんか楽、すごい楽。カメラ気にしたいのかなやっぱ。ってな感じで、もう楽なんでこっちでやっていきます。すいません、右往左往してやり方が。なんで今度ね、あのシャチホコになってみた動画撮るんでね、あのぜひそちらの方でね、その怒りを収めていただけたらありがたいなと思います。いやちょっと怖え、これマジで怖え、怖すぎ怖すぎ怖すぎ。よし一旦落ち着いて、ちょっと待って待って待って、迷った迷った。これ絶対マジアチ来るマジアチ来る。100マジアチャ、100マジアチャ、フィーンでしょ。ああそっちか、俺が早かった、警戒するのが。やばすぎやばすぎ、ちょっと待って、これ分かった。トルネロリババ。OK、来たー。ヒースピ巻き込んだ、アイビズでごぼり回して、ごぼり立てて、ナイト前につけて、あのスケラ打てば、もう勝ちです。ありがとうございます。GG まで打っちゃおうかな。それはよくねえか。ベビドラ、ベビドラ、ベビドラで、あのスケドラやっつけて。OK、OK、OK。で、ロリババで、うわ、なんか、残んなよ。残ってんな。残ってんな。これ、ごぼり使うまでもない。使うまでもない。オッケー、だから、あのトルネ、スケラポイズン、プラストルネで、ダメージ下がって、GG ってな感じでね。あの、スケルトン、遅延スケラ使えばね、こんな感じで全勝することができるんでね。ぜひ、あなたも使ってみてください。ということでね、クララリーグ、今ね、1勝0敗で 100% です。勝率 100% です。素晴らしい。これをキープしたいですね。あの今までその何だろうな、たくさん試合に出た人の中で勝率 100% ってなかったじゃないですか。やってきます、多分無理だけど、これに関してはってな感じでね、今回縦動画でこれからもやっていこうかなと思います。
長い目でお願いします。ご視聴